ございます。おはようございます。今日はゆりたちの結婚式ということで、なんかゆるっと回せていけたらなっていう感じで、今すごく眠いです。なぜですか？夜寝れなくて1時間ぐらいしか寝てないです。2時間は寝てたんじゃない？寝てたかな。6時ぐらいから寝てたでしょ。いや6時半過ぎっすよ。僕1時半から3時までと7時半から8時までの2時間でした。すごいねそれ。ありがとうございます。ということで、はい、行きはですね、車でひろくんちと一緒に行くって感じで、まあなんかゆるっと回していきたいと思います。多分ね、あの式中はね、ひろくんの弟に渡して撮ってもらおうかな。まだ頼んでないけどね。そうきっと優しいから引き受けてくれるよ。それじゃあ今日はよろしくね、ぽちこ。よろしくお願いします。じゃーん、いいね。みんなどのドレスを着ると思いますか？どれでしょう？ドレスはデコイですかね。そう、見て、自分たちで持ってきたやつ。ジャイアン受ける。綺麗なジャイアン。ちょ、これ拭いた方が良かったじゃん。頭剥げてるよ、大丈夫？汚れてる、汚れてるけど、これ。今日みんなのこと見守っててくれ。もうツヤツヤ、ツヤがすごい。なんかこの前していただいたメイクがめちゃくちゃ良くて、あ、良かったです。すごい漏れてた。めちゃくちゃ漏れた。最初なんか漫画ソムリエって言ってて、私は漫画見るの好きなので、なんかジョジョとかすごい友達に勧められる。そうですよね。絵がちょっと苦手で。そうなんですよね。でもあれは克服できます。本当ですか？アニメの方がでもいい。あの漫画より絵は濃いですよね。濃いです。すごい感じになってんの。何が？今。すごい髪の毛。巻いて、巻いて。後ろくんも映るんじゃない？映ってるよ。鏡越しに見えてるもんだって。見えてる？レンズ見えてる。でも寝癖直さないとやばいよね。寝癖アーティストですか？結構。スーパーサイヤ人みたいな。メイクある程度終わったらまたなんかご飯ちょっと食べてください。仕上がりに近づいております。エンドロールのムービーにも使えそうな。こういうカットあるよね。そんな近づけなくていいよ。僕は爪切ってくるのを忘れたので今爪切りを持ってきてもらってます。そうだよ。ね、肌めっちゃキラキラじゃない？どうだ、ドレスがプルンって脱げないよね。脱げないだろ。今日ぐらいは、まあ、今日ぐらいは。今日鼻触るいでしょ。そうだよ、そうだよ。はい、行きます。はい、行きます。おい。いいじゃん。はい、新郎の入場です。挙式終わりましたね。あっという間だったね。すぐだったよ、秒。ね、秒マジで。リアルタイムマジやべえ。お母さんが卑怯な一言言ってきたんでしょ。そう、卑怯な一言言ってきた。お母さんの子供に生まれてくれてありがとう。思い出しても泣きそう。泣くよね。今も泣きそう。泣きしょ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 うなんだ。落ち込む？いやー、耐えたよ。耐えてて、やばいかもなと思った時に、もう号泣しながら歩いてくる君を見て、引いたわ。ちょっと良かった、すって気持ちの整理が。ちょっと次泣かないね。本当に泣いてるよと思って。本当に泣くわ。だって扉開いた時に号泣するかもみたいな話してたじゃん、うん、本当にしてたもんね。じゃあ行ってきます。はい、
はい、ということで終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。弟くんがね、いっぱい写真動画撮っててくれたんですけれども、うん、楽しかったですね。で、今ね、披露宴中に食べれなかったご飯を食べてます。おいしい。美味しいよね、うん、はい、ということでちょっと急いで二次会に向かうので、いっぱいもりもり食べたいと思います。料理めっちゃ好評だったね。みんな美味しいですよね、うん、こんな感じでございました。後日振り返りますか。うん、じゃあ後日振り返りたいと思います、うん、じゃあまたね。はい、ということで結婚式が終わって1週間が経とうとしてます、はい、お疲れ様でした。経ちましたね、ちょうどね。あ、今日か。今ご飯食べてるぐらいじゃない、時間的に。そうだね、もう1週間経っちゃったんですけれども、すごい楽しかったですね。ねえ、何なんだろう、本当に毎日が幸せだよ、それ終わっていくから今1週間経って今でも幸せ。よかったじゃん。みんなこういう気持ちになるのかな。まあなるんじゃない。なるよね、そりゃね。なんかやっぱ自分たちのイベントとかでこう何、注目されることには慣れてはいたけど、うん、またやっぱちょっと違う感じだったわ。違う、やっぱ知ってる人、友達とかに祝ってもらうのってすごい幸せ、うん、なんかイベントとかはさ、こう、うん、僕ら側からこうおもてなしをする感じで、ね、お客さんに対して、うんうん、でもなんかこう祝ってもらうって初めて受け身な感じのさ、やつをやったからさ、確かにね、よかったよ、ね、楽しかった。だって最初やりたくないって言ってたもん、恥ずかしいって言ってたもん、ね、恥ずかしいよそりゃ。でも男はまあ、でも君が楽しそうなのを見てよかったなとは思ったけどね。あ、そうなの、うん、はい、ということで、うん、ね、さっきまで見ていただいてたのはちょっとヒロ君の弟に撮ってもらったので、はい、あの頑張ってくれましたね。頑張ってくれたの。でもあの親族って一番席が遠いので、うん、近くでっていう感じではないんですけども、うん、まあ大体あんな感じでございました、はい、あの後でね、あの式場から多分写真が送られてくるので、それはまたインスタで載せようかなって思っております、はい、で、あとね、あの結婚式についての質問をすごくいただくんですよ、うん、なんだろう、例えばウェルカムスペースはどんなもんなのかとか、どのくらいの人数を呼んだのかとかね、たくさん質問をいただいているので、それに関してはまた別でね、インスタの質問箱みたいなやつでね、募集しようかなと思ってるので、はい、またその時喋りたいと思います。ということで、はい、本当に本当に幸せな日を過ごさせていただきました。ありがとうございました。みんなメッセージありがとうございました。ヒロ君かっこよかったよ、リサ可愛かったよって大型高評価よろしくお願いします。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バイバイ、またねー。